平成12年新水ヤマハの UF20 の紹介していきます。検査は受けたてほやほやです。令和9年9月次回中間検査参ります。本日計測できるマックス速度5500回で走っていただいております。巻き上げ機の動作確認取れました。はい、バウレールですね。アンカーローラ、はい、立て付けバッチリです。はい、サーチライトの点灯バッチリです。バウデッキ下ですね、ケーリーロープ等格納されておりました。パラシュートアンカーが2つついてきます。アンカーとかはい、ブリッジ前のハッチですね。こちら燃料庫になってます。ストレーナーついてます。これが25リッターと20リッターのタンクの切り替え弁ですね。はい、これですね。燃料タンク格納されてました。はい、両色灯の点灯 OK でーす。はい、白灯もバッチリでーす。はい、UF20 ですね。特徴、片側のウォークアラウンドになってます。前後へのアクセスもスムーズです。こちらロッドホルダーございました。アフトデッキ3箇所ハッチ開けていただきました。右舷側からこちらバッテリー庫ですね。メインスイッチございます。中央大型部分はこちらイケスになっております。左舷側は収納スペースとして活用できそうです。はい、操舵席周りです。アクセルレバーの下、こちら両色灯と白灯のスイッチになります。こちらのメーターはですね、動いてないかもしれない。実動の時間とは異なると思います。はい、コンパスですね。はい、フロントガラスですね。非常に綺麗。去年ですね、新調なされたばっかりです。はい、普段はこちらですね、操舵席部分カバーされております。操船時はこのようにまとめてみてはいかがでしょうか。すっきりしてますね。これ、キャビンカバーですね。これいいですよね。ポンとしたらね、閉まりますんで、多分はい、キャビン内覗いていきます。入って右側、メインスイッチ類ですね。広いキャビンですね。これ UF20は広い。キャビン入ってすぐ左手消火器ですね。こちらの下ですね、くぐってもらった、すべてライフジャケットですね。人数分搭載されてます。で、奥には法定備品類ですね、ございました。こちらですね、オーナー様は一度も使われとってないんですが、積み込みされてますんで、配線やってもらったら使えるようになると思います。スズキ製の SH19EX というモニターがございました。はい、チルトの動き大変スムーズです。交換したてのプロペラです。